J リーグファンの皆様、並びにヴァンフォーレ甲府ファミリーの皆様、J2 第9節お疲れ様でした。いやー、甲府劇的勝利おめでとうございます。素晴らしい。やっと長いトンネル抜けた感がありますね。このチャンネル初めて見てくださる方に、分かりやすく伝えさせていただきますと、J2 の動向であったり、特にヴァンフォーレ甲府の情報であったりをラジオ形式でお伝えできればなと思っております。そんなに長くないですし、画面を特段見なきゃいけないというものにもしないつもりではあるので、ぜひ聞いていっていただければなと思います。もし少しでもいいなと思ったら、コメントだったり高評価、チャンネル登録していただけるとすごい喜びますので、ぜひともよろしくお願いします。今12人なので、全然まだまだ、少ないチャンネルではあるんですが、前、週に2回かな、更新できればなと思ってやらせていただいてるんで、よろしければお付き合いください。それでは参りましょう。まずは、ヴァンフォーレ甲府ですね。ついに勝ちました。アウェイ大宮1対3のね、劇的でもないかな、勝利でした。ようやく長谷川選手が報われたかなと思うような試合でしたね。非常にシビアな戦いだったと思います。そして、ブルーノ・パライバ選手ね、2点決めてくれました。やってのけてくれましたね。個人的にはリラ選手もいいとは思うんですが、やっぱりヴァンフォーレ甲府にはね、一人で打開できる個の力を持ったブラジル人っていうのが似合うかなと思いますね。ヴァンフォーレファンの方ならわかると思うんですけど、ドゥドゥ選手だったりね、ダビー選手だったり、それからバレー選手なんかはもうボール持たせて行ってこいっていうサッカーにはなっちゃうかもしれないんですけど、一人で打開して点を取ってくる、そういうエゴイズムを持ったブラジル人がね、似合うかなと思います。特にクリスティアーノ選手なんかもね、もうボール持ってゴール付近にいればシュート入れてくれるだろうなんていう期待もワクワクしたのが、まだ記憶に新しいところです。これがまたね、パライバ選手がどんどん点取っていけるような感じで、味方とね、連携持って親和性高くやってもらえればなと思いますので、ぜひ応援していきたいと思います。はい、J2 の動向としては、そうですね。大宮アルディージャが、開幕からまだ勝ちがないというところで、甲府戦がね、逆天王山だったというところなんですが、強化部長に、J リーグジャッジリプレイでおなじみの原博美さんを加入させたということで、ここから、上向いていってもらえればね、大宮アルディージャのサポーターの方にも、いいのかななんていうふうには思います。はい。やっぱり勝てない時期っていうのは辛いと思いますし、J1 でもね、やれるくらい強い大宮アルディージャだったし、甲府と同時期に落ちた、チームなので、ちょっとした親近感なんかはあります。その中でね、どれだけやれるかっていうのは、これから次第だと思うので、ぜひぜひ、陰ながら応援してますとともに、甲府もまだ近い順にはいるので、一緒にプレイオフ圏内6位までを目指せたらなぁなんては思ってます。はい。ですね。甲府戦ダゾーンで見てたんですけど、大宮アルディージャはね、試合終わってからは、怒号というか、ゴール裏が少しざわついて荒れていたなんていうのもツイッター見かけました。まあやっぱりサポーターもね、必死に応援してる中で勝てないっていうのは辛いところはありますし、最後監督自ら出向いてね、選手の悪口は言わないでくれと、それから言うんだったら俺の悪口を言ってくれと、そういう風に言ったとも、記事で見ました。そういったね、篠田監督だったかな、まあそういう男気もあるような、しっかりした監督なので、即解任だろうって思ってるサポーターの方もいると思うんですけど、実際はね、もうあと2試合くらい見てみてもいいんじゃないかなと思います。
ね、グッドニュースとしては原博美さんが加入したところで今後どうなるか、ね、チームの組み立て方であったりとか、まあ補強面でね、夏に向けて誰を取るとか、そういったところが必要になってくるかなとは思いますので、引き続き頑張っていただければなと思います。はい、それから J2 の順位をですね、振り返りたいと思います。まず1位なんです。1位というか、1位から11位までを見てみましょう。こちらです。はい。まあ依然として横浜 FC が首位というところで、今節はジェフ千葉に引き分けたというところが意外な点だったんじゃないかなと思います。ね、千葉ももちろん強いチームなんですが、この、ね、3連勝してる相手を引き分け、特に首位、引き分けに持ってったのは、ある種、凄まじい勢いというか、まだ、ジェフも10位にいますが、勝ち点次第では全然、自動昇格権を狙える位置にいるので、なんでしょう。まだまだわからないな、J2 というところですかね。素晴らしい戦いだったと思います。ね、東京ヴェルディなんかも、熊本に負けてしまうというね、まあ、なんでしょう、失態と言ったらあれかもしれないんですが、なかなかない、負け方をしてしまったんじゃないかなと思います。やっぱり横浜 FC に離されないようにヴェルディは引き付いていきたいところなので、この黒星は痛かったんじゃないかなと思います。はい。それから町田ゼルビアに関しても、今回黒星というところで対戦チームが、長崎ですね。まあ、甲府にとってはちょっと、離されてしまったところではあるんですが、こちらも上位にね、食い込んでいくためには、こちらは、ここは勝ちきりたかったとこなんじゃないかなと思いますので、しっかり、修正してもらって、次節以降戦ってもらえればなと思います。はい。この順位ちょっと思うのは、そうですね、ザスパ、草津群馬が、プレイオフ圏内にいるっていうのが少し、違和感というか、別に悪く言うわけじゃないんですけど、のね、結構いいところにつけてますね。今後まだね、J2 団子状態はまだ続いてるので、わからないとこなんですけど、実際ね、これからぐんぐん上がってくるチームもあれば、ずるずる下がってくるチームもあると思うので、引き続き見ていきたいなと思ってます。はい。では、11位以降はこんな感じになってます。はい。そうですね、どこから行こうかな。まあ、バンフォーレがね、ようやく6試合ぶりだったかなに勝ち点を積み上げて、勝ち点9で19位というところにいます。さっきも言った通り団子状態なので、次節勝ってれば、ギリギリレノファー、まあ、ロアッソまで、11位圏内までは見えてるといったところですね。非常にわからないリーグになっているので、まだまだ可能性は全然あると思います。はい。ビファーレンもね、今節勝ったおかげで、もう、20位とかにいた順位が一気に上がってます。はい。ですね。あとはどこですかね。独立すべきところは、そうだなぁ。まあ、レノファがね、新潟かな？新潟に、あ、間違えました。仙台ですね。仙台に2対1で負けてしまったので、勝ってればね、もっと上にもちろん行けた順位ではあったと思うんで、残念なところではありますが、仙台がまたそこで突き放してね、上位層へ切り込んでいったのは、仙台的には良かったんじゃないかなと。はい。ね。最後まとめると、結果はこんな感じになってます。はい。皆さんどこが注目ゲームだったでしょうか。いろいろね、やっぱり上位層がちょっと引き離しにかかってるかなっていうところで、新潟と栃木だったりとか、仙台山口、それから、上位層です。大分トリニータあたりも 1-0 で勝ってるんで、下位からの脱出というところでしょうか。また琉球も崖っぷちの中でよく岡山に3対3で追いついて試合終了したなというところはあります。
非常に岡山も強いチームで、琉球も崖っぷち降格圏にまだいますけど、実際どうなっていくかわからないですね。岡山も甲府開幕戦で1対4で負けましたんで、非常に強いチーム、昇格候補組といっても過言じゃないというか、まあ、昇格候補組だと思っているので、非常に強いチームをよく引き分けに追いついたかなというのはあります。はい。まあ、今回はこんなところだったと思います。ね、また J2 第10節のプレビューショーをやろうと思ってるんで、ここまで、聞いてくださりありがとうございました。よろしければね、チャンネル登録をしていただく、をしていただきたいなと思います。で、高評価、低評価、どっちでも構わないんで、ぜひどっちかつけてっていただけたらなと思います。コメントも全部読んでるんで、よろしかったらお願いします。それではここまで聞いていただきありがとうございました。また第10節でお会いしましょう。さよならー。